こんにちは。今回はこちら2色を引き揃えて膝掛け編んでいこうと思います。こちらがダイソーで購入しているグリッターベール、アンバーローズですね。でこちらがポリエステル 37%、 アクリル 29%、 ナイロン 29%、 ウール 5%、 カギ針が8号ですね。 35g 115m 入っています。でこういうのを使っていきます。でこちらがキャンドゥで購入しているメロディー、ふわふわメロディーですね。こちらカラーナンバー2番、アクリル 50%、 ポリエステル 50%、 20g 37m 入っています。かぎ針が9号から10号ですね。こういうのを使っていきます。両方中心部分から1本ずつ出していきます。はい、こんな感じで中心部分から1本ずつ取り出して2本を1本のようにして編んでいきます。でちょっと残ってたのでこちらから進めていこうと思います。で今回膝掛けって言ってたんですけど、スヌードを、ジャンボ 10mm で編んでいこうと思います。ちょっと変わっていきますよね。で2本を1本のようにしてこうやって持って引っ掛けて、でここでグッと締めて、いつものように鎖編みを1、2、3っていう感じで好みの長さ鎖編みを編んでいきます。はい、こんな感じで今回は鎖編みを60目で決めました。最初のところとこうやって持ってみて、でこうやっていいぐらいの長さかなっていうところが60目だったのでここで決めました。でいつもと同じようにしていきます。こうやってねじれないようにして最初のところを持っていって、で私の場合は4回回すので4回ひねって編んでいこうと思います。こんな感じ、一応ね最初のところまでねじらないようにして持ってきて、でこの状態でこうやってつけるとねじらないように編んでいけるんですけど、ここでねじっていくんですね。私の場合こうやって持って左でこう1回2回3回4回、4回半回転してるので2回転回してることになるんですけど、ここでつなげていきます。最初のこの手前半目を拾って、向こう半目、裏のポチッとしてる裏山ですね。ここを拾って、糸をかけて引き抜きで輪っかにしました。で、後で一段編んだところでまたここを調節していくので、ねじれてなくてもまたそこでねじれてるかなって確認していくので大丈夫です。で、ここで立ち上がりを1、2、3して進めていきます。で、これは一目として数えていきたいので、ここにマーカーをつけて進めていきます。マーカーをして、で糸をかけてこの流れで手前半目をずっと拾っていくので、手前半目よけた状態で拾って長編みをすると一つに対して一つずつ編んでいきます。糸をかけて一つに対して一つ長編みをくるっと一周、今回60目なので60個こうやって編んでいきます。こんな感じで一周同じように一つに対して一つずつ長編み編んできました。で、ここで一番最後のこの鎖編みのところまで編んでいこうと思います。糸をかけて、この一番最後のところも同じところを拾って、長編みをしたら、ここでちゃんとねじれてるか確認します。ここから見ていって、で、一応ね、ねじれてないように、こういうふうに置いてみて、で、こうやって置いてから、この左側を同じ方向で、この状態で同じ方向でこうねじります。1、2、3、4。で、これで、合ってるなっていう感じで、ここもこのまま、まっすぐ来てるので、合ってなくてもここがねじれるだけなので、調節していただくといいかなと思います。で、最初の鎖編み立ち上がり3のところ。ここに、手前、なんていうかな、裏山を手前に置けて、こうやって、結構ね、大きいかぎ針なのでちょっと入りにくいんですけど、避けて、向こう下に2本かかっているところ、ここで引き抜きをしようと思います。引き抜きをしてつなげました。で、これで普通に編んでいくだけで、4回でねじれて編んでいけることになるので、これで往復編みで長編みをずっと編んでいこうと思います。で、また鎖編みを1、
1,2,3 して、これはまた1目として数えていきたいのでマーカーをつけて進めていきます。で、この編み地を向こう側に倒して、で次はここから始めてもいいんですけど、次のところから長編みと長編みの間、ここに長編みを入れていこうと思います。長編みを入れて、これで進めていきます。なので、まあ、次こう一番最後帰ってきた時はここがここに入っているので、一番最後ここに入れるんだなっていう感じ、またここでご説明します。で、糸をかけて長編みと長編みの間、ここに針を入れて、で長編みで、長編みしたら糸をかけて長編みと長編みの間、ここを拾って長編みをずっと編んでいきます。長編みこんな感じでぐるっと一周マーカーの手前まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで2段目も同じように最後まで編んできて、一番最後のところ長編みして、でここの長編み鎖編み3目のところはここに入っていることになっているので、ここで終わりだなっていうことで鎖編み3目のところにつなぎます。さっきと同じように、まあ、どこを取ってもいいんですけど、まあ、合わせていきますね。裏山をこう手前に置きた状態で、で向こう下へこう2本かかっているところ、ここで取って、で引き抜きでこうやって1段こう完成させます。これでスルッと進めていきます。また3段目も 1,2,3 で鎖編みをして、でマーカーつけて、で編み地を向こう側に倒して、で糸をかけて、まあ、ここから入れてもいいんですけど、さっきと同じようにこの次のところから穴のところに針を入れて長編み、糸をかけて長編みと長編みの間に長編みをずっとひたすら編んでいきます。糸をかけて長編みで、ずっと往復編みでぐるぐる編んでいこうと思います。で、何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで深さ編んできたので、ここで終わりにしようと思います。で、引き抜きしてつなげたところでここブランとなってしまうので、鎖編み1つしてグッと止めておこうと思います。グッと止めて、糸をカットして、でスッと抜いて、いつもと同じように糸始末をしていきます。まあ、針に糸を通して、どっちが表でも裏でもないんですけど、まあ、両方綺麗に見えるように糸始末をしていきます。まあ、こちらが裏に向けて糸を持っていきます。ちょっと進んで、でここをねグッと締めたいんですね。最初だけグッと締めて、あとは糸端はこの中側に行けばいいかなっていうところで、まあ、ちょっと引っ掛けながら返し返して糸始末をしていきます。こんな感じでこの糸端が中側に持っていけたので、ここで糸をギリギリでカットします。こういうところを巻き込んでカットしてきたので、ついでにカットしておいて、糸が残っているところ何か探して、糸があるところは全部同じように返し返して糸始末をしていきます。はい、こんな感じでこうやって1面ずつこうやってチェックして糸始末できているか、こうやってぐるぐる回しながら、こっちの面とで裏に返して、裏側も同じように、まあ、ねじれているので、こうやってねじれを解消させながら、あ、ちょっとここ糸出てるけど、まあ、ちょっと時間が経ってくると、まあ、ちょっとずつこうやって出てくるんですけど、まあこの足す時も結構長さを持てるので、こうやってカットしていくといいかなと思います。こんな感じで全部できたので、まあ、サイズを測っていこうと思います。この長さから測っていきます。まあここからっていうことでマーカーをつけて、まあ、大体にはなるんですけど、まあ、伸ばさないようにして一応サイズを測っていきます。こんな感じでここまでなので、だいたいね94センチぐらいですかね。いつもよりちょっと長めになっていると思います。ちょっとね分厚くできるかなと思ったので、ちょっと長めにしてますね。で、幅もだいぶ深さ編んできたんですけど、サイズを測っていきます。まあだいたいなんですけど、できるだけ伸ばさないようにして測ると35センチぐらいになっています。で、糸はポップスターが6玉使って、
で、グリッターベールが2玉ぐらい使いました。で、これは何段だかというと、ここからなので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19段編んできてますね。まあ、ここの幅も好みによって変えていただくといいかなと思います。で、いつものように、4回、このねじって作ってるので、まあ、幅もね、今回広いので、ちょっと、一応ね、この二重に折っていきます。こんな感じで。こんな感じで全部二重に折ってみて、ここから4回ねじってるので、まあ、すっきりね、こう畳めるのですごく気に入ってるんですね私こんな感じでこうやって畳めるんですよ。で、畳めて、まあ、収納でもねこうやってこのまま置いててももちろん可愛いし、こうやって三角にすっきり折れてこうやって立てて収納して、で、いろんな色でいろんなこの毛糸で編んで、で、どれにしよっかなみたいなで、こうやって折ってもいいし、三角に折れるのがまたねすごく形も可愛くていいなと思って、まあ、3回とか2回とかいろいろやってみたんですけど、4回にするのがすごく気に入っていて、いろんな柄で編んでみると楽しいかなと思います。こんな感じで今回ねこのグリッターベールね私結構使ってるんですけど、すごく良かったかなと思います。ポップスターだけだと結構ね派手で大人としてはちょっと使いにくい色かなと思ったので、あ、そうでもなかったんかな、結構落ち着いてるように見えて、私はちょっと派手かなと思ったので、ちょっとグリッターベールの茶色で落ち着かせてみたんですよ。でもね、その引き揃えもグリッターベールはちょっとキラキラしてる、だからもともとキラキラしてるポップスターとで、あえてキラキラしてるものを組み合わせてみたんですよ。で、このグリッターベールがキラキラしてなかったら、また雰囲気も変わったと思うんですけど、この、何て言うかな伝えたいことわかるかな、ポップスターを活かしたいなと思ったので、まあ、あえてキラキラのものを、引き揃えてみたんですよ。だからすごく私的には良かったかなと思うんですけど、これはね、グリッターベールが、キラキラ入ってなかったら、ちょっと、まあ、なんか変な感じになったのかなと思って、ね、キラキラとキラキラどうかなと思ったんですけど、ゴールドとシルバーなんで、でもすごく良かったですね。で、手触りもめちゃくちゃいいし、やってみて良かったです、まあ、だいぶ時間はかかったんですけど、まあ、いろんな色の引き揃えでいろんな糸で楽しんでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。